ユアスケート選手。高祖父はカナダへの日本移民第1号、長野万蔵。2018年10月、2年半交際した女性と婚約。2019年8月3日にアンカレッジで挙式をした。エルビス・ストイコを見たことをきっかけに、3歳でスケートを始めた。2007から2008シーズンから、ジュニアグランプリシリーズに参戦した。 2010年世界ジュニア選手権では SP2 位から FS4 位と交代しメダルは逃した。2010から2011シーズンブラショフ杯でジュニアグランプリシリーズで初優勝。ジュニアグランプリファイナルに初出場して第5位だった。世界ジュニア選手権では SP1 位に立つも2年連続で4位に終わった。 2011から2012シーズンよりシニアクラスに移行し、ニースハイでシニアの国際大会発優勝。2014から2015シーズンからは母親がカナダ人ということもあり、所属をカナダに移した。カナダ選手権では5位に入った。2015から2016シーズン、オンドレーネペラトロフィーでジャンプが SP、FS どもに乱れ5位。 グランプリシリーズ初参戦となったスケートカナダでは SPFS どもにミスが多発し11位に終わった。カナダと選手権では SP4 位につけたが FS でジャンプが乱れ順位を2つ下げ6位に終わった。2016から2017シーズンオータムクラシックで SP の自己ベストを更新し3位につけた。FS では順位を1つ下げ4位に終わり表彰台を 逃した。ゴールデンスピンでは SPFS 総合得点ともに自己ベストを更新し銅メダルを獲得。2012年ニースハイ以来の国際大会での表彰台となった。カナダ選手権では SP8 位から巻き返し5位となった。2017から2018シーズンオータムクラシックでは SP 自身初めて80点を超え自己ベストを 更新し4位発進 FS も161.97と、自己ベストを16点以上更新した。総合得点も、自己ベストを大きく更新し、ハビエル・フェルナンデス、ハニュー・ユズルに次ぐ3位に入った。カナダ選手権では初表彰台となる、銀メダルを獲得し、ピョンチャンオリンピック代表に選出された。同大会では、個人戦に出場し12位。 初出場の世界選手権では8位の成績を残した。2018から2019シーズン、ネーベルホルン杯では、カナダ一席以降初の国際大会優勝を果たした。スケートカナダでは、銀メダルを獲得し、ISU 主催のシニアの国際大会で、初めて表彰台に立った。ロステレコム杯では5位に終わり、グランプリファイナル進出を逃した。しかしながら、 ハニュユズルの負傷により繰り上がり出場が決まった。カナダ勢は、1999から2000シーズンより、シニアクラスのいずれかのカテゴリーにグランプリファイナル、進出者を送り込んでおり、20年ぶりの出場者ゼロの、事態は回避された。カナダ選手権では3位、初出場の4大陸選手権では4位となった。世界選手権では、前年より大きく、 順位を下げ15位に終わった。2019から2020シーズン、SP には結婚式で踊った思い出の曲、エドシーランのパーフェクトを選択した。オータムクラシックでは銅メダルを獲得。大会直後には弟のパクソンをなくす不幸に見舞われた。スケートアメリカでは SP の自己ベストを更新し3位につけるも、FS では ジャンプのミスが重なり総合4位に順位を下げた。エキシビションでは、相手に別れを告げる演技を披露した。A プロポーザル、アラスカスタイルハットエビーキーガンメッシング、パーフェクトデュエット、ハットキーガンノットメッシングアラウンド、ハットキーガンメッシング、パフォームズハートフェルトガーラトリビュート。ツーレートブラザーアットスケートアメリカグラディエーター、モネラアウスツゾロ。 メッシング・イン・アスト・イン・ハット、メッシング・ミスス、アクセル・バット・フィート・スティル・シング。シング、シング、ハット・アーロン・テスト、ウワスト・サイド・ストーリー、エンズ・アップ・ウィズ・ウィン。ありがとうございます。